画は結成11年目になる東京自主流がさらなる成長と新たなファンの方を獲得するためにさまざまな企画に挑戦していきます。こんにちは、東京自主流の中井ゆりです。今回はですね、私一人で YouTube をお送りします。私一人ですって皆さん不安ですね。普段こう女子流のライブに来られる方だったりとか、ダンスでね体を動かしたいって人がきっと世の中には溢れてると思うんですよ。普段こうダンス企画とかはね女子流でやったことあるんですけど、レクチャーをするみたいなのはなんかちゃんとやったことがない気がしたので、今回はもうとっても簡単なダンスのこう基本のステップを3つ、私中江が皆さんにレクチャーしたいと思います。では1つ目、ボックス。まあ、聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあまずはねこう見ていただいて、あこういうものかって知ってほしいので、まず私がやっていきます。めっちゃ簡単でしょ。まず前クロス、後ろ揃える、前クロス、後ろ揃える、足を前に出す、足をクロスする、右足ですね、右足を後ろに引く、最後は揃える。この4つの工程でボックスできます。例えば一番最後の動作ですね、前クロス、後ろの時に引く揃える、前クロス、後ろに引く揃える、前クロス、後ろに引く揃える、ってやるとちょっとおしゃれでかっこよくなります。ちょっと早くスピードアップ、テンポアップして音楽に乗せてこのステップ練習していきたいと思います。一緒に歩いてる感じでやってくれたら嬉しいです。前クロス、後ろ揃える、あみんなもちょっと慣れてきましたね。楽しいでしょ。これでスライドするとこういう感じ、スライド、前クロス引く、前クロス引く、前クロス引く。ちょっとアレンジを加えるだけでかっこよくなるので、よかったらやってみてください。ではどんどんいきます。1つ目、ランニングマンも多分聞いたことある人多いんじゃないかなと思います。皆さん、わかりましたかね？じゃあ説明していきたいと思います。最初のスタンバイが、足を開いた状態でいきます。こうですね。引いてる足を、これを何回もこう、走ってるかのように続けるには、後ろ足を上げる。左足を引く。はい。これを繰り返しでやってる動きなんですけど、正面から見ると、構えはこんな感じ。引いてる足を上げる。引く。後ろ足を上げる。引く、上げる、引く、上げる、引く。そう、そういう感じ。意外と息切れてきますね、これ。で、じゃあ、この時、手はどこにやればいいんだ？ペシでいいのかって思うと思うんですけど、見ての通り、これだとすごく、あんまりかっこよくないんですね。なので、まっすぐ手を後ろに引くだけでもかっこよくなります。
まず両手を前に突き出します。その後にこうやって頑張るぞよっしゃみたいなポーズをやっても可愛いしかっこよくなります。手の動きでもね、見え方は変わってくるので、まあ、ダンスの基本は足を覚えるだけじゃなくて、手もかっこよく、どうやったらかっこよく見せられるかっていうのも意識して、決して棒立ちにならないように、ちょっと早くスピードアップ、テンポアップして、音楽に乗せてこのステップ練習していきたいと思います。ワンツーワンツー、引く、では次でラストのステップになります。ラストのステップはパドブレというステップをやりたいと思います。パドブレはもしかしたら知ってる方も知らない方もいるかもしれないんですけど、これもすごく簡単なので、まずは見ててください。めっちゃ簡単でしょ？そう、これは前に行ったり後ろに行ったり、このステップで進むことができるんですけど、まず斜め、体を斜めに向けて斜め前に片足出します。トン、一歩一歩出した後、トントン2回足踏みをします。で、足を揃えたいので、斜め前に出したら、出す、揃える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 、この動きです。これすっごい使えますよ、このステップ。じゃあ今ちょっと若干前に移動しています、この動きで。よかったら、もういける、できるって人は真似してください。いきますよ。斜め揃える、斜め揃える、斜め揃える、斜め揃える。で、後ろに行きたいときは、後ろ斜め、後ろ斜め揃える、後ろ斜め揃える、後ろ斜め揃える。すごいでしょ？これでもう移動ができるんですよ。これも、この時は手はブラーンじゃなくて、行く方に進むように腕をかく。揃える、かく、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 揃える。きっとね、これはもうすぐできると思います。ちょっと早くスピードアップ、テンポアップして、音楽に乗せてこのステップ練習していきたいと思います。出す、揃える、出す、揃える、そう、慣れてきました、皆さん。これで移動するのもできますよ。前ね、前進む、下がる、下がる、前前下がる、下がる、前進む、下がる、下がる、前前下がる、下がる。では今日皆さんにレクチャーさせていただいたこの3つのステップをつなげて音楽に乗せてやっていきたいと思います。ミュージックスタート。皆さん、3つのステップを今日は
獲得しました。この3つのステップが使えたら結構つなげるだけでもうダンスになったりするので、ぜひぜひあのお家でねこの動画を見ながら練習してくれたら嬉しいなと思います。これであなたもねダンスマスターの第一歩に踏み出せるんじゃないかなと思うので、一緒にやってみてください。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。以上、東京女子流の中井ゆりでした。またね。見てくれてありがとう。この動画が面白かったらいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくね。 Twitter や Instagram もやってます。